こんにちは、しゅうです。今回は熊のレストランやっていこうかなと思います。これどういうゲームかっていうと、私もね、正直、僕は可愛い小鳥ちゃん、プレイ楽しんでくれよ。私も正直、全然わかんなくて、じゃあなんでこのゲームやりますかと言いますと、なんかね、ゲームのアプリの一覧見てたんだよ。そしたら評価が高いゲームがあったんだよね。それがこのゲームだったんだよ。なんでやってみようかなと思って。今日は、いい天気だね。ああ、お腹すいたよ。早くお弁当にしよう。なんだこれ、誰かの回想シーンみたいな感じかな。これが後々フラグになって後から出てくるみたいな感じなのかな。はーい。朝だよ。あ、これきっとあれでしょう。お母さん的なポジションでしょう。ああ、全然違う。お前誰だ？クマか。おはよう。もうお客さんが来てるぞ。あんまり遅くなるなよ。なんだこれ、店にいるのかな？っていうかまず、人じゃないんだね。私この、なんだろう。猫、ネズミ？おお、すげえ！見てこれ。タッチしたとこ動く。はいはい。支度しないと。え、どこで支度すんの？私。今は机に向かっている暇はない。仕事に行こう。あ、これか。レストランの制服に着替えた。なるほどね。で、さっきのクマが、なんか偉い人みたいな、そんな感じだろうね。お、出てきたか。早く手伝ってくれ。はい。お、次なんか左下になんかコナンの、黒ずくめみたいにいる。注文がまだ決まってないようだ。この人？あら、待ってたわ。メニューはあるのかしら？え？何でもあるって？それじゃあ、スパゲッティね。ミートソースの、よろしくね。記憶のかけらを手に入れた。なんだろう、私、記憶喪失なのかな？なんかね、このゲームの、その記憶のかけらを見せてごらん。ミートソース、スパゲッティね。しかも、なるほどね。任せな。なんかね、このゲームのレビューみたいの見たんだよね。そしたら、コメントのところに、すごい感動しましたとか、感動系のね、コメントがすごい多かったんだよね。なんで感動するゲームらしい。私ゲームでね、あんま感動したゲーム、記憶にないぐらいない。さあ、できたよ。塩分控えめ。さあ、持って行ってくれ。あ、このなんだ、あれだ、なんか、オムライスみたいな。これをこのレディに持ってけばいいのか。あら、美味しそう、ありがとう。あれ？なんだかすごく散歩にしてる。私の体の傷を気遣ってくれたのね。いいお店ね。ごちそうさま。もう行くわ。はい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 。全然まだ内容がわかんないね。なんかさ、若干動物の森みたいな、ほのぼの感してんのかな。ん？どうした？お客さんが消えた。なんでもない。あ、確かにあの人、消えたね。うっすら消えてったよね。いつものことだろうが、寝ぼけてるのか？ほらほら、もっとお客さんが来るぞ。お、デブ、これさ、世界観が未だにわかんないな。待って、この人話しかけ。あ、来た来た。バカに、ポテト頼むよ。なんでお前その頼むをって。ネット用語みたいになってんだ。お腹空いたし、早くしよう。なんかさ、ネットの言葉って現実で使うとやっぱキモいのかな？なんかワロタとかあんじゃん。ワロタとかさ、皆さんいます？現実で使ってる人。やっぱ、文字なら見るじゃん。こいつはジャンクーとか。だからデブなんだな。本当ですね。え、自分は？あ、確かにこのクマも太ってるね。これは贅肉じゃなくて、筋肉。もう一度言うぞ。筋肉。なんかこの右の太ってる人、なんかザ・アメリカの太ってる人みたいなイメージない？ま、サクッと作るわ。私もね、なんかね、昔ね、なんか英語の先生みたいな、なんか外国の人いたんだけど、もうすごいザ・ハンバーガーみたいな、めちゃめちゃこう太ってて、なんかイメージっぽい人いたんだろうね。うわ、出た、ビッグマック。手際がいいですね。今、チンって。お、確かに今チンしたのかな。まあ、でもね、チンでもね、別にうまけりゃいいもんね、私。全然うまかったらいいよ。ん？気のせいだろ。俺らいいものしか出せないんだぜ。はい、この人を持ってきます。早くし。早くしよう。どうぞ。おい、これこれ。ああ、なんてジューシーなフードとは思えない。あれ、こんな肉肉しいのに野菜もしっかり。余計なお世話だよ。うまかったけどさ。おお、すげえ、このハゲのおじさんも消えた。え、これどういうことなんだろう。今日は厄介な客がいなくてよかったな、と思ったんだが。酔っ払いおじさんね。うわ、こういう人、俺が、来たぞ。いつまで釣ったのぜ。うわ、こういう人絡みづらいだろうね。なるべく絡みたくないね、私。っていうか寝てるな。この人にも、めんどくさそうだから頼んだ。これはこの黒ずくめよ。注文がまだ決まってね。行ってみます、おじさんのとこ。俺は、なあ、おでん、が欲しいんだよ。あれね、セブンのおでんね。大将の、おでんがよ。大将のおでん。おでん？ん？なんだ？わあ、おでんって書いてた。オープンに見えた。ODEN。おでん？なんだそれは。お、
え、プーさんこれ知らないのかな、おでん。知らないんですか、知らないんですか。俺にだって知らない料理くらいある。え、全然わかんないな、世界観が。そうだな、一丁ダイブしてみたらどう。どんな料理かわかれば作れるはずさ。ダイブ？前もやったろ、人の記憶を覗くのさ。ほら、さっさとやろう。わかった、やってくるわ。記憶のかけらないのか、おでん。え、まあ、まだかよ。ダイブする。ダイブします。あ、このおじさんの記憶ってことかな。こっちゃん、また来たぞ。あ、よろしゅーい。飲みすぎはいかんですよ。大丈夫だって、終電もまだだし。えっ、はいはい、それで何のご注文ですか。そうだな。えっ、お、次私登場してんじゃん。私なんかゴーストタイプになってんだけど。うん、俺の言葉がわかるのか、変わった人間だにゃ。にゃに、あのおじさんがにゃに食べてるか。おでん、あれはにゃかにゃかうまいぞ。ちくわがおすすめにゃ。私はね、おでん何好きかって言われると、やっぱ王道の大根だね。やっぱりここのでうめえや。このちくわつとか最高。でもありがとうございます。おでんを味見する隙はなさそうだな。どうすればいいんだろう。今私ダイブしてるからね。ダイブといえばポケットモンスタールビーのあの水に潜るやつね。どこ行けばいいんだ私。お、猫。にゃんだい、助けてにゃ。にゃんでもない。同じ猫同士か。助けてにゃ。そんなにあの食べ物に興味があるのかい。しょうがないにゃ。ちょっと待つにゃ。お、なんだ。おー、すげえ、ボイスすごかったね。お、お前欲しいのか。え、さ、財布を取られた。いや、あの猫すごすぎだろ。待てー、うわ、まったく何やってるんだか。これで確かおでんタイム来たってことか。いい匂いがする。おでんを味見してみますか。はい、少し味見をしてみた。熱っ、でも美味しい。少しはためられたかにゃ。うまかったにゃ。この猫の頼り外界すごいだろ。冷めないと僕の猫舌には厳しいにゃ。にゃっはっはそれでは一旦ずらかるにゃ。バイバイ。今んとこね、私ね、このゲームの世界観が全くわかんないね。たくよ、なんて猫だ。うん、おっさん、ちょっと食べた。記憶のかけらを手に入れた。お、お、すげえ、黒ずくめいなくなってんじゃん。これ記憶のかけらゲーなのかな。で、どうだった、かけらを手に入れたか、見せてくれ。なるほど、これがおでん。ちょっと待っててな。よし、できた。これを、このおじさん、おじさんでも寝てるけど起きんのかな。お、起きた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 。えっ、お、ああ、これはおでんじゃないか。あったまるわ。じゃあそろそろ終電で帰るか。さて、今日はお疲れ様。お、これで一日仕事終わったみたいな。久しぶりに駅に行ってみるか。みんなどうしているか気になるだろう。ついてきな。じゃあとりあえずあのプーさんの後ついてこうかなと思います。とりあえず外出たけど、お前外は久しぶりか。まあ何にもないところだからな。まあ駅はこっちだ。はい。お、みんないんじゃん。さっきのスパゲッティの人も酔っ払いの人もいる。どういうこと。ここが駅さ。みんな次の出発を待っている。しばらく見て回るといいさ。お、とりあえずこのスパゲッティの人に話しかけてみます。あら、こんにちは、お話しする。こんにちは。スパゲッティよく食べてたの。子供はかわいそう。何がかわいそうなんだろう。とりあえずかわいそうにしてみる。ありがとう。でもし死んでしまったのは私の不注意が招いた結果なの。ん、これみんな死んじゃってて天国ってことかな。天国でこのプーさんと私が料理してる。我が子を見守れるのには自分だけだったのに。我が子を守れるのは自分だけだったのに。え、そういうことかな。じゃあこのデブは天国行くの大変よ。おい、それ語尾の、お、やめろ。ジャンクフードは体に良くないよ。仕事は。お母さんは引きこもりなの。なんでもない。引きこもりなのってもう初対面に失礼だ。いや、2回目か。2対面に失礼だ。引きこもりなの。簡単に言ってくれるけど、生きていた頃は人前に出ると緊張してどもりが止まらなかった。どこに就職することもできなかったよ。頑張ればなんとかなるって周りはみんな言うんだ。なんねえよ、ちくしょう。うわ、ちょっとなんか重いね。若干話が重くなってきたね。最後の晩餐も済ますとあとは行くだけ。え、酒のつまみのことなら任せろい。イカの塩辛、タコワサ、枝豆、軟骨の唐揚げ、おでん、もう大丈夫です。もういいわ、お前は。
お前もいつか乗れる日が来るかもな。帰りたいならいつでも帰れるぞ。出口はそっちだ。これさ、全クリみたいのあんのかな？ラストどうなんのこれ？あ、記憶のかけらは持ってていいぞ。もしも客の最後を知りたいなら見ることもできる。最後なんてろくなもんじゃないけどな。なんだ今の意味深げな。あれ何？ここでは記憶のかけらの中身を覗くことができます。調べたい記憶のかけらを選んでボタンを押してみましょう。あ、スパゲッティちゃんとデブとあとおでんの人か。じゃあスパゲッティちゃん行ってみる。これの人の記憶のかけらを見ます。ダイブする。あ、これもうダイブって言うんだね。もう馴染みになっちゃったこの言葉が。あー美味しかった。美味しかったよね。誰に言ってんだ。あ、子供が座ってんのかな、向かいに。お家に帰ろっか。多分そうだね。子供が小さくてまだ見えないみたいな。あと1ヶ月で生まれるなんて信じられないけど、楽しみ。早く会いたいな。そんな、まだ顔も見てないのに。うわ、なんか重くね、話が。はいはい。で、この太ってる人は、太ってる人はあれでしょ、食べ過ぎでしょ、絶対。絶対体になんか異変起きたんでしょ、バーガーばっか食ってっから。まあ、本当に引きこもりじゃねえか。お前本当に引きこもりじゃねえか。どうした君は。何があったんだ。ご飯できたわよ。置いてくわよ。あれ、なんでお母さんかな。ゲームやりすぎは体に良くないわよ。うせ、けんほー、ごめんね。あ、死んだし、マジうぜえな、本当によ。え、せんず、くそ。いや、こいつだけ感動もなんもないだろ。なんか適当に話しつけたみたいな。これは多分、家に引きこもって栄養が足りてなかったんだろうね。体になんか異変が起きてたみたいな、多分そんな感じでしょ。で、これはアルコールの伸びつけじゃない多分。え、今日分かったや。うぜい。足元には気をつけてくださいよ。てるって。電車まだか。これはなんとなく想像つくね。来た来た。あ、やべ、死んだ。やっちまったー。やめろ、お前。テストで赤点取ったテンションで言うんじゃねえ、お前は、ほんとに。うわー。これ、どうなんだろう、こっから続き。